ここは。そうか、僕は。何やってたんだろうな、僕は。何のために生きてきたんだろう。違うか、最初から生きてなんかいなかったんだよな。最初から僕はザンザに、僕のしてきたことは無駄だったっていうのかい。この声は。それを決めるのは誰でもない。君自身なんだよ。そうだ、これミゴールさんたちが作ってくれた新しい武器、シルクのモナドなくなっちゃったから。マシーナの技術の粋を集めた武器なんだって。起きたら使ってね。そしてみんなで生き残ろう。ハイエンターおよびノボンからの避難民はコロニー6に収容した。幸いここは寄進兵が要塞化してくれていたからな。しばらくは持つじゃろう。皮肉なもんだな、ザンザから逃れたいのにその体である巨神からは離れられないっていうのは。まあ俺たちが暮らす大地だしな。姫様、一つだけ確認したい。避難しているハイエンタ大丈夫なのか。確証は持てないが、おそらく大丈夫だと思う。生き残った者たちは私同様全てホムストの根血だ。そうか。彼らが変異するときは私もまた。もしその時が来たら遠慮はいらない。良いのじゃな。それが運命と受け入れる覚悟は皆できている。そんなことあるわけねえ。でなけりゃ陛下やカリアンさんがメリアにハイエンターの未来を託した意味がねえ。だな。しかしメリア、俺たちは生き残るためにザンザと、そしてテレシアと戦わなきゃならない。全てのテレシアがそうではないとはいえ、かなりの数のテレシアが元はハイエンター、メリアの同胞、臣民たちだ。覚悟はできていると言った。たとえ同胞をこの手にかけることになっても、わずかに生き残った者たちを守る、それが父上や兄上から託された意志だからな。ザンザに囚われた者たちの魂を解放するために私は戦う。強いな、メディアは。その強さ俺たちも分けてもらうぜ。どうだシルク、命に別状はないみたい。ディクソンに打たれた傷は塞がっていたから、多分メイナスが最後の力でシルクを守っていてくれてたんだと思う。
そうか。今リナーダが見てくれているわ。フィオル、目覚めないの、シルク。シルクの意識は暗く冷たい湖の底に沈んでしまったかのよう。いくら呼びかけても何の反応もない。クソ、ザンザの野郎。こんな時にもしテレシアが襲ってきたりしたら。そん時はシルク抜きで戦うしかあるまい。そのために皆で防備を固めておるんだからな。わしらの作った武器もちっとは役に立つじゃろうて。やるしかないよな。徹底的に抗ってやる。本当に抗う意味があるのかな。どういう意味だ、アルビス。言葉のままさ。僕たちは巨神からザンザから発生した生命だ。それがザンザの意志でテレシアによってその体へ変えろうとしている。病気や寿命で普通に死んでもそのムクロは巨神へと変える。どちらも同じこと。何ら異なるものではない。違うかい。ああ、大違いだぜ。なんせ一方的にやられるんだからな。俺たちにだって生きる権利はある。そうだな。たとえ創造主だろうと、そこから生まれた命を好き勝手に奪っていいって道理はない。それは僕らの尺度でのものの考え方だ。彼は神だ。神には神の尺度の考え方があるんじゃないかな。それじゃお前、俺たちは黙って死ねばいいってのか。それが神の定めた運命ならば。運命を受け入れて座して死を待つほど俺たちは達観しちゃいない。どこまでも抵抗してやるさ。たとえその結果この命散ろうともな。ザンザにとっては結果は同じことだよ。それでも戦うのかい。ああ、大事なのは結果じゃない。抗おうとするその意志さ。無駄死にであったとしても。アルビース、お前はどっちの味方なんだよ。それともビビったのか、あのテレシアを前にしてよ。やめるんじゃ。わしらで争っても意味がない。フィオル、ごめん。ちょっと気分転換に外の風に当たってくる。フィオル、大丈夫なのか。やっぱり分かっちゃう。ごめんね、気を使わせちゃって。そんなに辛いのか、その体は。そこまで辛くはないんだけど、みんなが気になるかなって。あ、そんな顔しないで。結構気楽なんだよこれ。食べ過ぎとかもう気にする必要ないし。そういうものか。この体、胸のパーツからのエネルギーで動いてたんだけど、あれもモナドだったんだね。不思議な気分。モナド？そのモナド、ザンザに奪われたのではないか。ではどうなるのだ、その体。しばらくは大丈夫。溜め込まれたエネルギーがまだ残ってるから。しばらくって。メリア、もし私がいなくなったら、シルクのこと。言うな、そんな言葉。どう答えればよいというのだ。ごめん。ごめんね。お前が謝ることではない。そうだね。じゃあありがとう。シルクが起きたら言わなくていいのか。うん、あいつ気を使いすぎちゃうし。そうだな、そういうやつだったな。私ね、本当はもう死んでるんだ。鬼神兵に襲われた時。フィオル。だから
今は幸せなの。どんな体でも生きていられるだけ。わずかな間かもしれないけど、シルクのそばにいられるんだから。そんなに好きなのか。うん、だから私は戦う。シルクの力になるために。さあ帰ろう。みんなを心配させちゃう。ああそうだな。ねえメリア、さっきの話みんなには内緒にしてくれる？心配はさせたくないということか。強がりだな。かもしれない。でも時が来たら自分で話すから。わかった。これはかなわないな。この警報は？フィオル、急いで戻るぞ。ええ。この警報、まさか。テレシアだ。テレシアの大軍が攻めてきたぞ。行くぞ。ロウ。私も行く。フィオルンはシルクを。ここで戦わないでどうするの？それでもしみんなを守れなかったら、シルクが起きた時なんて言えばいいの？フィオルン、そなた。無駄死にだったってわけさ。そう睨むなよ。なーに、いずれ合わせてやるぜ。ザンザ様に帰りさえすりゃ、そのうち生まれ変われるかもな。ひょっとすると今度は恋人同士か。貴様、兄上を愚弄するか。往生際が悪いんだよ、てめえらは。いい加減諦めろや。僕が決める。ザンザやメイナスは自身の存続のために自らが生み出した生命をより代とし、新たな肉体を得なければならない。魂だけでは永遠に存在することはできないんだ。そう、この世界の全ては彼らが存続するために生み出されたもの。自らが生み出した存在であるがゆえ、それらの思考や行動、未来の姿は彼らの手中にある。それが因果律でありビジョンなんだ。ザンザの思惑通りに人は生き、そして死ぬ。彼の世界を存続させるために。僕らの滅びは最初から決まっていた。僕らのしてきたことは全て無意味だったんだ。果たしてそうかな。君をより知るとし、復活を果たしたのは彼の思惑通りだった。メイナスからモナドを奪い、世界の全てを意のままにする。これもそうだ。なのになぜ今更ザンザは君たちを滅ぼそうとする？そんなことをする必要がどこにある？それはそうしなければならないんだよ。彼はそうしなければ彼の存在そのものが危ういんだ。僕らの存在が邪魔ってこと？だけど脅威なのさ、因果の流れの外にある存在が。ザンザやメイナスが生み出した生命は長き年月の果て流れの外に出ようとしている。それは彼らの滅びを意味している。メイナスはそれを受け入れ、だからこそ託したんだ。
この世界の未来を君たちに。君はビジョンによって何度か因果律を書き換えてきた。本来死ぬはずであった人たちの命を救ってきた。救えない命もあったよ。完璧なものなんて存在しやしない。それは悲しいことではあるけれど、そこから学び新たな一歩を踏み出すこともできる。ザンザのではなく君たち自身の足でね。僕たちの足で。さあどうする、シュルク。ザンザに定められた道を歩くのか、それとも君たちの足で新たな道を歩くのか。モナドはその歩み先に待っているよ。そんなこと最初から決まってるさ。定められた道を歩くつもりならこんなところまで来やしない。未来なんか見えなくてもわずかな可能性があるなら僕は歩きたい。これからも自分の足で。きっとフィオルンもラインもダンバンさんもカルナもメリアもリキもみんな同じだと思う。そう、ならば踏み越えなければならない。未来に向かって歩くために。アルビース、君はもう分かっているはずさ。僕が何者か、そして君が何をなすべきか。やる気かよ。敵、負けないもん。コロニー6を守るんだもん。そうよ、ここから先は一歩も踏ませないわ。行くぞ、テレシアを排除する。ああ、モナドの力があればこんなやつはやらせるかよ。モナドだって冗談。ザンザにもらった力なんて願い下げだぜ。強がり言えるうちはまだまだ大丈夫ね。強がってないって。ラインの言う通りだ。俺たちは頼りすぎていたのかもしれん。モナドやシルクに。そうよ、巨神と戦うって決めたんだもの。私たちの力でやるの。頑張るね。まあ
この程度でくたばるようなら俺の相手をする資格はないってもんだがな。ここで終われるか。大丈夫か。無理しやがって。フィオロン、平気よ、まだいける。強がりはよくねえぜ。認めちまえよ、もう限界ですってな。誰が。みんな大恐竜たくさん来たもん。全てがザンザの思い描いた通り。そうかもしれん。だがそうならばこの心は、意志はなぜザンザの思い通りになっていない。どれほど大きな力で押し潰そうと、俺たちの手で掴み取れる未来はあるはずだ。必ず。ねえよ、そんな未来は。見ろや、これがお前らの未来だ。みんな心配かけて。シルク、おかえり。ただいま。あの小僧、今何をしやがった。確かめるしかないか、俺の力でよ。シルク、上。あ、よう小僧、最後の授業始めるとするか。ディクソンさん、見せてみろや。お前にザンザ様に抗う力があるのなら、この俺に。やっ、今だ、やりそうだ。やっ、あー、前に動け。えクロスに来たぞ。このアドベイカー、お兄ちゃん、さっきと心が、やっ、私の動きを読んでいやがる。どういうわけだ。まさか。シェルク、お前その力。見えたんだ、未来が。モナドはないけど、僕の内から湧いてくるんだ、力が。よっしゃ、そうとわかれば怖いもんはないぜ。ち、面白くもねえ。おい、いつまでそっちにいるんだよ。俺だけに押し付けるってのは納得いかねえな。アルビース。アルビースだと。アルビース、
お前まさか。そうよ、そいつはザンザ様の使徒、三世の一人よ。嘘でしょ、あなたまでもあいつの仲間だなんて。アルビース、そなたが今まで高級に仕えていたのはこのためだったのか。おい、なんとか言えよ。シュルク。いいんだ、彼が何者であろうと僕らのなすべきことは変わらない。そうだろう、アルビース。そう、その通りだ。君たちは越えなくてはならない。その足で。あのテレシアは。やはりお前はザンザの手先なのか。戦うしかないのに。容赦はせんぞ。存分に君たちに生き抗う意志があるのなら。これでてめえらの手駒はなくなったぜ。うん、俺たちを甘く見るんじゃねえ。ち、小僧。君たちの抗う意志見届けた。そろそろ決めないかい。この世界が君たちのものなのか、ザンザのものなのか。いいよね。ふん、俺は構わねえが、ザンザ様はなんて言うかな。彼も望んでいるさ。そう、彼は見ているからね、彼のビジョンで。そういうことなら。どこ行く。分かっているよね、シルク。君ならああ、行くさ、必ず。待っているよ。簡単にはたどり着かせないぜ。ええ、僕も簡単だなんて思ってやしません。言うようになったじゃねえか。楽しみにしてるぜ。震えている？俺がシュルクの小僧に。面白い、俺がブルチマウヒが来るなんてよ。ダンバーさん、フィオルンを見ませんでした。ああ、外の風に当たってくると言ってたな。近くにいると思うんだが。わかりました、僕探してきます。フィオルン、ここにいたのか。あ、
シルク。どうしたの？ううん、なんでもない。静かだね。ついさっきまでテレシアの襲撃を受けていただなんて信じられないくらい。ザンザは僕らとの決着を望んでいる。自分が見たビジョンを現実のものとするためにね。この静けさは一時のものに過ぎない。また来るのね、テレシア。私たちをこの世界から排除するために。そんなことは絶対にさせない。何があっても屈しちゃいけないんだ。ザンザに、いや僕らを縛る運命に。アルビース、なぜあんなことを言ったのかしら。あんなこと？この世界が私たちのものなのか、ザンザのものなのか決めようだなんて。なぜ彼はザンザについたの？彼は力が欲しいの？自分だけ生き延びたいの？どうかな。そんな単純な動機じゃないんじゃないかな。アルビースには何か考えがあるように僕は思う。でなければなぜあんなにも夢の中で僕に語りかけてくれていたのか説明がつかない。夢の中でシルクに？それを確かめるためにも僕は行かなくちゃならない。ザンザのところへ。うん、私もメイナスから託された思いを果たさなきゃ。ねえシルク、私に何か用があるんじゃなかったの？ああ、そうだ、リナーダさんがフィオルンのことを探してたんだ。体の具合を見たいって。ジャンクスに戻ろうか。そっか。ごめん、シルクは先に戻ってて。私は後でリナーダさんのところに行くから。もう少しここにいたいんだ。そっか、分かったよ。じゃあ先に行ってるね。うん、ありがとう。参ったな。リナーダさんのところに行ったらこの体のことバレちゃうよね。うまくごまかす理由を考えなきゃ。もう少しだけシルクと一緒にいさせて。ザンザは巨神の体内にいる。間違いないと思う。そこにディクソンもいるんだな。はい、おそらくアルビースも。けどよ、あいつらのとこへどうやったらいけるんだ。巨神の体内ってことはでっかい穴でも掘らなきゃたどり着けねえよな。何年かかるもん。リキ、おじいになっちゃうだもん。実はその件なんだがな、わしらの調べで巨神胸部に体内に通じる大きな穴が開いておることが分かったのだ。エギルが最後に放った一撃でうがたれた傷だよ。それじゃあ、ああ、巨神界連合軍がテレシアを迎え撃っている間にお前たちは巨神胸部の傷口から体内へ乗り込みザンザを撃つ。ジャンクスで出撃する準備が整い次第父様に伝えてください。よっしゃ、やってやろうじゃねえか。負けないもん。俺たちの生き意地、神様にも見せつけてやらないとな。我が同胞の無念、私が晴らす。全ての命をもてあそんだ罪、償わせてやりましょう。シルク。さあ、行こう。巨神胸部へ、僕たちの世界を、ザンザの呪縛から解放するために。